歴史に名を残す。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 死に直の子。4月4日岡山県高梁市にある高梁キリスト教会、こちらでチャリティーコンサートを行うバイオリニスト樋口里香で春散歩。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ。この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。昨日は4月の1日エイプリルフール。はい、うん、過去ついた最大の嘘は何だったんですか皆さん。ついたことない、忘れてるもんだって。確かに、うん、あ、僕はですね、疲れたことあるよ僕は、自分の活動の MC ブサイクっていうネーミングが本当は男前なのに、もういいです説明してダメになったやつですね。でも言っててダメになりました、すいません。まあアメリカなんかあれですね、ずいぶん昔にラジオでね、うんうん、エイプリルフールに宇宙人が襲撃してきたってらしいなって言って、それが信じられて大パニックになってしまったっていうね、まあ、以前この番組ではあの口裂け女の話を盛り上がったことがありますけれども、あのまあそうやってやっぱ噂とかね、あの最近冗談も言えない時代になってきたなと思って。はいはい、通じない若い子多いね。いや本当にびっくりするぐらい、そうなんですかって真顔で言われ て、ね、おばちゃんがすいませんでしたって言った方が恥ずかしい。そう、それが親父ギャグとも親父ギャグかどうかも判断できない若い人たち。親父ギャグって何ですかだから、ね、言われちゃう。それもなんとか腹ってギャグ腹とか言われるようになるんですけど、そう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 、もう寒いことばっかり言わないでくださいって、ね、うん、心が寂しくなるので、いろんなハラスメントがある中の一つに認定されるんじゃないですか。シャレにならんな。そうなったの。金プラの演奏してない時間は大概、はい、あのもうひどい冗談の応酬で、はい、初めて聞かれる方は、うん、喧嘩って思うぐらいの内容のことをよく、はい、話しておりますけれどもね、はい、まあそれぐらい気の置けないそのなんですか、
あの気心の知れた、うん、あの同士でやっぱり過ごすひとときが一番楽しいんじゃないのかな、うん、もうね分かってるから、うん、ここまではいいけど、うん、ここから半歩でも入っちゃダメっていうの分かってるから、ね、それはそれでいいと思いますよ、うん、だからあの子供たちも今学校がない時だから、うんうん、逆にあの親子の会話とか、うんね、和を大事にしてなんかそういうほっこりした話が家の中でできるように、うん、していってもらうと、またこれ何十年か経って嫁やお嫁さんやなんかお婿さんに行ったりするときに、うん、なんかちょっといいそのね語り草になるんじゃないのかな、あの時は大変だって、うん、でもお父さんこういう話をしてくれたからねっていうね、うん、その辺でお父さんねパチンコ屋ばっかり行ってね感染されても困りますから本当ここですよ家族の絆を強めるのは、うん、そうね、なんか昔ながらのおもちゃとかさ、ね、そういうのも今ね見直されてるし、お父さん頑張ってねあのお風呂マットとかでさ、はい、あの恐竜の口のおもちゃとかね作ったりとかして、うんうん、なんか私感動しちゃったもん、昭和に戻ったじゃんと思って、いやいいと思います、うん、こいつそうですよ、そういう遊びをおじいちゃんおばあちゃん知ってるはずなんで、 そこは最近ほらネット社会ですから、うん、なんですかテレビ電話ができる時代なんで、うんね、いろんなところで、ね、あの話を密にしていくのは非常にいいと思いますので、今もうねテレビ電話じゃなくて、うん、糸電話にしちゃえばいいの、あそれも楽しいですよ、ね、糸電話ね、はいはい、なんで聞こえるんでしょうねあれ ね、うん、ね、ね、それはねからまたおじいちゃんから始まって、ね、それからまたね心の教育も、うんできるんじゃないかなと思う、いやいいと思います、うん、はい、うん、ということでですねほっこりとした時間を過ごしていただきたいと思います、はい、ライブパーソナリティはガンさんと MC ブサイクとそしてジュンです、以上のメンバーでレディウィングスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 0849208765 0849208765、 ミュージックビンゴスタートです。ジャズコレクション、このコーナーは私シンガジュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いいたします。お願いします。先週に引き続き、うん、和田アキ子さんをお届けしようと思います、はい、なんかね印象的な曲が多いんですよね、はい、和田アキ子さんってね、うん、あの缶コーヒーの CM もそうだし、はい、ねえ、うん、すごい声に特徴があるからこう流れてくるとあっってすぐ分かる、うん、分かるな、あのカツラのやつも歌ってますね、あそうな、うん、悩み無用っていうやつ、そうそうそうあれも歌ってるし、だからね、うん、やっぱりモノマネされるんですよ、うんうん、最もモノマネされたのはこれじゃないかなと思います、うん、古いに確かに本人的に、うん、はぁいうのはね、うん、そんなに言ってないんですよ、うん、言ってない、あれね、言ってない、スティービーワンダーさんのシャウトの、うん、漢字を自分で出したかったんですって、それがなぜだかの合いの音になってしまったという。ハーヒーなるほど、あのハーヒーフィホは間違いなく言ってないですよね、言ってない言ってない言ってない、うんうん、あのあの頃はって言うとみんな必ずはって書いてくるじゃないですか、帰ります、帰ります、私たちミュージシャン側とすれば、うん、とても温かいとてもありがたい曲になって、うんうん、援護射撃です、援護射撃いただける曲となっておりますが、うん、リズム&ブルースがとてもかっこいい曲でございます、はいはい、安井和美さんの作詞、こちらなんで草原の輝きアグネスちゃん、はい、うん、赤い風船、うん、浅田美代子、恋の雫、はい、伊藤ゆかりさん、お最高じゃないですか、などなど書かれた昭和の名曲、うん、はい、名曲ばっかり書かれております、うん、そして作曲が魔界の浩二さん、うん、影山博信さんの曲を書かれた、おキャンディーズさん、はいはいはい、岩崎宏美さん、はい、いいじゃないですか、もう知ってる方、かわいい、うん、かわいさ、かわいい、直子さんはとってもたくさん書かれて、そんなお二人のコンビなんですが、私個人的に言うと R&B 和田アキ子さんが歌われるので一番好きなのはデビュー曲、うん、星空の、それを僕は存じませんね、うん、もうめちゃかっこいいです、うん、なんだこれ日本の曲かと思ったぐらいかっこいいです、ぜひ聴、いていただきたいんですがご注意ください、ワンハーフで終わります、短いすぐ終わってしまう、はい、ということで本日はこちらをお届けしようと思います、古い日記
ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ一を知って十知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら。こんな時だからこそバカバカしく楽しい音楽を特集。はい、今年は何ですかね、暗いニュースの悪が強すぎて心躍る明るいニュースが圧倒されている気がしてなりません。本来桜開花ってもっとワクワクするものなのにどうもすんなり喜べないムードがブンブンしてます。そこで私微力ながら立ち上がることにしました。この番組を聞いてくださっているリスナーさんに少しでも笑顔になっていただこうと強く心に決意いたしました。というわけで今月の特集、こんな時だからこそバカバカしく楽しい音楽を特集でございます。しかしよくもまあこんな音源持ってんなってリスナーさんからですね言われるような、そんなバンドマンのそんな曲をご用意いたしましたよ。今週ももちろん他の放送局ではなかなか聞けないレアなのを持ってまいりました。その名は埼玉が誇るブルースバンドデルタ兄弟、和製マディウォーターズと仲間内で評判のキングジローを中心に1996年に結成されました。ブルースはもちろんのこと R&B、ロックンロール、ゴスペル、バラードまで飲み込んだキングジローの圧倒的な歌唱力と、そしてなんといってもパフォーマンス、こちらで人気に、一気にですね、話題になりまして2014年 B バインレコードより
CD デルタ兄弟を全国発売、一躍 iTunes ブルースチャート堂々1位、獲得の金字塔を立てます。勤労意欲のない世の中に勝つを入れるアルバム、非常に凄みを増した仕上がりとなっております。今日はその CD の中から最も味わい深くかつ最もバッカバカしい詩のライブでも超人気ナンバーを持ってまいりました。僕もこの曲をライブで聞いた時にぶっ飛びました。はい、それでは聴いていただきましょう。最新 CD デルタ兄弟よりコンクリート流出事件、できることなら音量を大にしてお聴きください。そしてハッピーになっていただきましょう。それではまた来週、 MC ブサイクでございました。俺の仕事は大型コンクリートミキサー車の運転手。話は変わるが、現場でも何でもない乾いた道路に生のコンクリートをぶちまけたことはあるだろうか。俺はある。うっかりしてたじゃんすまないことがある。ごめんで済んだら桜だもんはお花畑。だけど俺の生のコンクリートは誰にも止められないんだぜ。恨みつらみや愚痴はこぼせても、生のコンクリートは決して間違ってもそんなところでこぼしちゃいけないんだぜ。だけど俺のMy soul は誰にも止められないんだぜ。ここで首都圏各地のラジオ交通情報の時間です。警視庁から石川さん。はい、石川です。ただいま清洲橋通り元浅草1丁目付近で大型ミキサー車がコンクリートを流出、一車線規制により入山で5キロの渋滞となっております。ご注意ください。俺はこんな放送を5時間にわたり5、6回聞いただろうか。頭の中が真っ白になって、そのまま銀座方面走って逃げた。夢を見た。オーケさキングチロWe'll be right back.
佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子ミニミニコーナーやってまいりました。ここはですね、人が集い音楽に包まれる鎮守の森でございまして、賑やかな晴れ時の非日常空間なんでございますが、昨今人が集えておりません。もう毎週すべてのキャストの皆さんも苦しんでおりますけども、でもね、ラジオだからこそ集えるっちゅう、そしてつながるっちゅう言い方もできるんじゃないですか。ミュージックビンゴ張り切ってるんであります。どうしてあんなにガンちゃん、はい、なんか世の中さ、はい、なんかまあ景気も悪いよ、はい、なってるよ、うん、無気力な雰囲気になってると思え。無気力もありますが、あとちょっと投げやり半ば。そうやな、うん、で、うん、あの責任者探し誰のせいみたい、ええ、少なくとも漏れちゃうよな、はい、なあ、うん、だからそれ何の前進にもならないけど、やっぱそういう気分になるもんなんかな、人間って。そうですね、ねえ、うん、で、まあ、政府大攻撃してみたり、うん、それはちゃんとやってほしいよ。オリンピックの IOC はなんじゃーじゃんこうじゃ、うんうん、やっぱ誰かのせいにする空気多くなってきたよね。いや、もうだから政府もわからないことだらけでしょうから、 そこを攻撃したらね、ちょっとさすがにと思います、うんうん、みんなも誰かのせいにするのやめよ、うん、ねえ、はあ、もう誰にもどうすることもできないね。見えてりゃ腹も立つねんけども、うん、見えねえからな、うん、もう、まあ、でもね、こんな時こそ友達が必要っていう、うん、いうことも思うんだけども、綺麗事じゃなくて、うん、電話、はい、とかね、メールでやり取りするだけでちょっとあの前行ける時ってない？あります。こういう時友達いるよな、はい、いります。うん、まあ、会えなくてもね、あのネットはあるし、うん、電話はあるし、テレビ電話もできますから。そう、昔よりももっとつながる道具いっぱい俺らは持ってるわけじゃんか、うんうん、ね、もうそれ最大限活用してさ、もうあのこの無気力というか投げやりな雰囲気もうぶっ潰しじゃありませんか、うん、ね、まあ、祈るだけかもしれないけどもね、祈りながら諦めないで、まず笑顔を忘れずにいましょう。いきなり笑顔ですると、こんな時に笑うなとかで言われねえけどもね、うん、はい、聴いていただいている曲は心を込めて、カバ オリジナル作りました。佐藤清兵衛スタジオライブで、ハレルヤ、信じていればいいんだろうか。どうしてあんなにひどいこと言えるんだろう、できるんだろう、だって僕が悪いとはとても思えない。どうしてあんなにひどいことをほっといておいたんだろう、何が一体いけなかったんだろう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。どうして分かってくれないんだろう、どうしてこんなに苦しいんだろう、どうしてこんなに不公平なんだろう。誰かのせいにしたくて、荷物を下ろしたくて、私の自分のせいにだけはしたくない。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
というわけでございまして、佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子だったんですけども、ミュージックビンゴのキャスターみんな元気やな。はい、みんな元気ですよ。元気やな、はい、純ちゃん相変わらずな、はい、元気やしな。清兵衛さんと共通して皆さん言えることは自営業者です。これもう線ぶちって切ってんのやな。はい、ね、はい、みんなそうか、自営業者。さあミュージックビンゴお聞きの皆さん、今だからこそつながりましょう、笑いましょう、元気よく参りましょう。ミュージックビンゴ、今夜もみんなでまだまだ頑張っております。最高あるから叩いてみようか、一人だけならお恥ずかしこのコーナーは日々進化するドラムとプレイヤーをドラムビルダーボニードラムジャパン落合さんに伺う月1企画ドラム進化論のコーナーなんですが、本日はですねこの方にお電話口に出ていただいております。自己紹介お願いします。はい、ボニードラムジャパンのエンドオースをさせていただいております、渡辺壮太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺壮太さん、はい、壮太という字は漢字でどんな字を書くんです？太く奏でると書いてそうだと読みますね。素晴らしい、はい、お父さんお母さんって音楽家の方が おられるんですよ。ですね、お母さんは一応保育士をしておりますので、はい、ピアノが弾けますけど、ミュージシャンとしてやってたか、両親はいないですね。あ、そうなんだ、はい、でももうバッチリ名前とハマって。そうですね、ちょっとこれは妹もちょっと音っていう文字が入ってるんですけども。ああ、なんかじゃあご家族でご両親があれですね、なんかハーモニーが奏でられるようにって多分つけられたんでしょうね。ああ、ちょっともうねえ、こういう人生を歩むことになるとは思わなかったでしょうね。はい。という渡辺壮太さんなんですけれども、はい、年齢は18です。今年19になります。はい、はい、もう最年少でのご出演です。はい、ありがとうございます。光栄です。でこれ高校卒業と同時にプロの活動が始まるっていうか、その高校の時からもうある程度活動してたんでしょ？プロとしてはまだ始まってないですね。ああ、なるほど。はい、地元の栃木県の宇都宮市には、うん、宇都宮ジュニアジャズオーケストラっていうビッグバンドがあるんですよ。はい、小学校から高校生までが、入ることができるんですけども、そこで、小学校5年生から、一応ジャズドラマーとして練習っていうか、はい、経験は積んでいまして、で高校1年生の時に初めてコンボっていうか、ジャムセッションみたいなのに参加するようになって、はい、うん、高校2年生から初めてそのなんだろう、ジャズドラマーとして活動していこうっていう、なんていうか決意、将来の、はい、うん、気持ちが固まった感じです。ああ、なるほどね。はい、で18高校卒業と同時に、まあ、そのドラムのお仕事でとできたらいいなとは思っております。まあでもそれはもうだってもうね、始まってるわけですから。はい、もうしかし気持ちも切り替えをしていかないとっていう、今世の中がコロナでイベント自粛の時に、そうなんです、ね、思い出深い。だから仕事がなかなかまだね。はい、でもなんか決まってるライブとかもあるんでしょ？はい、一応あります。まだなんていうか生き残ってるじゃないですけども、先ほど申しました宇都宮ジュニアジャズオーケストラも、うん、今年卒業のはずだったんですけれども、はい、そのコロナでコンサート、その卒業式を兼ねたコンサートが中止になってしまいまして、その他いくつかイベントもなくなってしまって、もう、はいはい、唯一そのなんだろう、今のところ一番やることができそうなイベントっていうのが、はいはい、3月28日に、まあ、やっぱりこれも宇都宮なんですけれども、はい、ブルージェイさんというお店で、うん、やらせていただきます。ああ、なるほどね。はい、ボニードラムのエンドオスということは、はい、ボニードラムとの出会いがどこかであったんですよね。あ、そうですね、
急でした、すごく、はい、偶然って言ってもいいぐらいです、うん、はい、あの最初はあの去年もう本当に突然決まったことだったんで、ああ、去年、はい、高校生の時にエンドースの話があった、あのまさかあのエンドースさせていただけるとも思ってなかったんですよ、あの10月だったと思うんですけれども、はい、あの家族で多分母と父と僕の3人で、うん、あの落合さん の, そのボニードラムジャパンの工房の方に行ったんですけれども、はい、あの確かその1、2週間前だったんですよ、お父さんが、あのどこかでそのドラムセット、あのバッボニードラムジャパンさん の, そのバップっていう商品を見つけてきて、はい、ちょうどドラムセット欲しいよねって話をしてたところだったんで、ほう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 、こんなのあるんだけどどうっていう風にお父さんから、うん、もうなんていうかその紹介してもらって、でももう見たこともないものだったんで、はい、でもう見た瞬間になんていうかハマったっていうかピンときたっていうか、雰囲気ですよね、もう雰囲気で、あなんかこれすごく良さそうだなっていう気持ちになりまして、でそこから自分あの動画で調べてみたりとか、いろんな記事を読んだりしたしていく中で、はい、あもうこれだろうなっていう、あの力を、ドラマーとしてやっていく上で力を借りるとしたら、うん、多分このボニーさんのバップなんだろうなっていう気持ちになっていきまして、はい、もう多分父も母もそういうところを見ながら、まあ、その工房の方行ってみようかっていうふうに言い出してくださって、だということはお父さんもあの割合目が確かっていう、いやなんだろう、お父さんなんだろう、ものその全体広い目で見てものをいろいろこだわって調べたりするんで、ああなるほどね、はい、いやいやさすがです、さすがお父さんもさすが、そしてその最年少でエンドースをしましょうって声かけてくれたあのボニードラムジャパンの社長さん落合さんも、はい、素晴らしいですね、いやもうありがたい限りです、ね、え、じゃあ今現在あのモデルとしてはバップシリーズを、はい、バップシリーズを使わせていただいております、まあ、ジャズに特化したあのシリーズなんで、はい、ね、え、色はカラーリングはどんな感じにしてます、シャンパンゴールドっていうんですかね、はい、あの少しピンクがかった、うん、あのラメ、はい、の, その金色の、ただそういうカラーリングなんですけども派手すぎなくて、あ落ち着いててね、はい、意外と落ち着いてるんですよ、叩いた時にどう思いました、あなんだろう、しっくりきました、すごくあの自分の思い通りの音が出たっていう、あもうまさしくその通り、はい、で最初から鳴ってくれるでしょ、そうですね、もう驚きました、ねえ、であのま、この間初めてその僕のドラムを、うん、なんていうか見てくださってる方がいらっしゃるんですけれども、はい、あのその方が主催してるジャムセッションのも、うん、初めてそのあのバップシリーズのものを持って、はい、伺わせてもらって、うん、それで見ていただいたんですけれども、はい、まあ、もうその時点でもうその方も、あもう5年後が楽しみなことですもうなんていうか、うん、ものすごく長い目で見たいなっていう、あなるほどね、もう多分一生ものだと思います、あ一生ものだと思いますよ、はい、僕は、はい、じゃあもう大満足、そうですね、ねえ、多分まだまだあの僕もまだ使いこなせてないんで、ええ、いろいろ研究しながら楽しみながら使っていきたいなっていう気持ちで、あの光景には珍しくすごく結構重いんですよね、重量感のある音です、ね、重さもあるし音もあのタイトにしっかり粒立ちがはっきりしててっていう、そうですね、ねえ、まさしくジャズドラムにはもうバッチリじゃないかと思いますけれども、はい、まあちなみに僕もバップは持ってますので、はいはいはい、あのまあ今後の活動も伺いながらなんですけど、福山にそのうちあの多分ツアーでねジャズのメンバーの方と来ることも多分出てくると思うんですよはい、その時にあのご自身のセットは持ってこなくてもバップはありますので、福山にもありがとうございます、シンバルとスネアだけで十分です実はスネアドラムもバップの、あバップで、はい、あもうそれはお茶屋さんが、あのその
ドラムセットを引き取ったその日に、うん、あのその引き取りに行ったんですけれども、ええ、そしたら持ち屋さんがあの前日の夜に船、はい、だけ作っておいたんだけどどうですかって言ってくださって、そちらも、なるほどね、はい、まあ、あの最近あのアサプラのヘッドが標準でマウントされてたりとかするので、はいはい、またあのマッチングはバッチリじゃないかと思いますけれどもね、はい、うん、まあ、そんなあの渡辺壮太さんなんですけれども、まあ、今後の活動としてはどういった感じの活動になっていきますでしょうか。あ、今後の活動ですけれども、まだあの下積みじゃないですけれども、まだ、ま、自分も若いですし、うん、あの経験が足りないところが多いかなと思いますので、うん、まあ、あの地元の方でいろいろお世話してくださる先輩方がたくさんいらっしゃって、うん、そういう方のあの元でさまざまなエガズライブとか、うん、ストリートイベントとかに参加しながら結構進んでいきたいなと思いますね、うん、ああいいですね、はい、この先自分で移動する力がよりついてきたり、うん、もっと自由に動けるようになってきたら、もっとあの活動範囲を広げて広くやっていきたいなというふうに思っております、うん、もう僕もあのすごく期待しておりますので頑張ってください。 ありがとうございます、はい、ということで短い時間でしたけれどもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。本日のドラム進化論はジャズドラム、もう僕があの初めて18歳のプロドラマーとお話ししました、渡辺壮太さん、お電話口に出ていただきました。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日は3月の15日グランドソウルカフェガンズで行われましたガンズミュージックスクール発表会、こちらの方から ご紹介したいと思います。それではまず私がドラムで参加しているバンドザ・キング・オブ・プラネッツの演奏で狂わせタイム。生徒さんのトップバッターはですね、茅本慎吾さん。もうドラマ始めて5年6年ぐらいになりますけれどもね、この曲を演奏していただきました。また会う日まで。
して生徒さん2番手はですね6歳の生徒さんです。幼稚園の年長さんですね、小玉大和くん。もう小玉大和くんも入ってまだ3ヶ月4ヶ月目ぐらいなんですけど、もう発表会に出演という非常に頑張っていただきました。ポケモンの曲です。ワンツースリー。そして次に藤井康生君、まあ、2回目のドラムスクールの発表会に出演という形になっておりますけれども、前回はですねカラオケでドラムを叩いていただいたんですが、今回からはですね生バンドで演奏して非常に渋い曲を選曲していただきました。藤井康生君でドッグオブザベイ。小学校1年生、もう2年生になってますね、高橋空くんなんですけれども、まあ、今回はですね自分で曲を選ぶということで、この曲を選んでいただきました。高橋空くんでハピネス。
さあガンズミュージックスクール発表会第1部、まあ、今週来週と2回に分けてお届けするんですけれども、最後はこの方です、まあ、僕 の, あの高校の時からのお友達、ドラムを始めてもう何年ですか、4年ぐらいになりますかね、なりますけれどもね、清川智子さんお届けいたしましょう。ホールドオン。バラの町福山にライブミュージックスポットオープン、グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 歴史に名を残す。ライブインフォメーション and ファックス、読む読む、ラッイエッ。4月4日、岡山県高梁市キリスト教会でチャリティーコンサートを行うバイオリニスト樋口里香で、オーアモーメント。
ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまず純ちゃんいきましょう。何もない。何もないな。そうなんやな。スケジュール帳消した後だけ、うんうん、大概のですね、うん、音楽関係の方は、うん、もうみんな同じです、うん、ほんま、はい、あの作詞作曲活動をなさる方って、うん、あの貯金、作詞作曲の貯金の、はい、いい機会だと思うんですけども、うん、歌一本でしてる人とか、うん、楽器一本でしてる人って本当辛いよね。いや辛いですよ。辛いなや、うんうん、ほんまです。練習も仕飽きるぐらい、うんうん、でその保証もないし、そうなんですよ。でまあ、あのちょっとここはですね、よくあの、まあ、言ったらミュージシャン自営業者じゃないですか、うん、サラリーマンがええんか自営業者がええんかってよく論争になるな、うんうん、これね、どっちも僕同点結晶だといつも思ってます、うん、サラリーマンサラリーマンの苦しさ、自営業者自営業者の苦しさ、うんうん、あるんですが、今回に関しては、うん、こうフリーランスも、うん、まあ、ちょっとはその保証じゃないですけど、うん、みたいな話があるけど、いろいろ芸術活動、例えば岡本太郎さんとか、うんうん、そりゃそういった方たちフリーランスに決まってますよ。会社員じゃないですから、うんうんうん、やっぱり日本を動かす文化を作ってきた方々って多分ほとんど皆さん、はい、フリーランスだと思います、うんうん、なのでちょっとその辺は手厚く、うん、もうちょっと温かい目でね、うん、それは麻生さんが漫画大好きだったじゃないですか、うんうん、じゃあ漫画家もフリーランスですよ、うん、言ってみればね、うん、だからまあそういった意味で文化を作ってる人たちにもちょっとこうスポット当てていただいて、うん、温かい支援をしていただきたいなと私は思っております、うん、はい、はい、うん、明日食べるお米には今すぐは困ってないですけど、うん、これねやっぱり独り身だからなんですよ僕は、うん、でもご家族のある方たちってのはそういうわけにいかないですか。そうですね、うん、1ヶ月後も食べられるお米が必要なんですよ、うん、それが安心にもつながるんで、うん、まあ、そういう政治の活動をちょっと私も望んだりとか、うん、そうだね、いたします、うん、はい、全く同感ですね、うん、まだ僕ら水すすっても頑張れますけどね、うん、子供はそういうわけにいかないですからね、うん、そうよ、夢持ってれば霞を食べてでもって言えるけど、うん、子供はそういうわけにいかない、いかない、もうね、ちょっとね甘いものを口に入れたいのが子供ですから、うん、ね、それだし親だし ね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、ちょっとそういう風にちょっと流れがなればいいのなって思っておりますからね、はい、はい、ということで純ちゃん真っ白、それでは MC ブサイさん、はい、僕はですね、僕も当面のライブはないんですが、ひとまず、明日、毎週金曜日のお楽しみザ・キングオブプラネットの練習会が、グランドソウルカフェガンズであります、だいたい10時ぐらいからメンバー集まってやります、もういつ披露するための練習なのかっていうのはちょっとまだ分かりませんけど、うん、とりあえずもう今いうふうにみんなが集まって音を出すことで、うん、なんかつっかえがちょっとでもほどけたらなと、はい、で最近ガンさん感じてますよね、練習見に来てくださる方多いですもんね、はい、ちょっとずつ増えてるもんね、増えてます、だからみんなやっぱりなんか、うん、悶々としてるんだろうなっていう感じがします、うん、もしよかったら遊びに来てください。先週も言いましたけど、純ちゃんのお店もグランドソウルカフェガンズも万全です、はい、万全です万全です、はい、消毒ジェルだろうがスプレーだろうが、もうマスクもありますから、うん、おいでてください、はい、待ってます、よろしくお願いします、お願いします。はい、グランドソウルカフェガンズはですね、4月の5日オープンマイク、4月の6日はですねブラスギャラクシー7と題しましてですね、うん、ビッグバンドと対バンで、ライブがあります、うん、4月の11日はブルースセッション、4月の12日はですね鼓草、ツーバット、みどりさん、そしてデコマサ、金太郎一座5組によります仲良しライブ、うん、4月の16日はですねベッチカルテット、フューチャリングフルートの愛ちゃん、そしてですね4月の25日王道坊主ギターボーカルの中村義人さんのアコースティックソロライブ、4月の26日はジャズセッション、うん、そして5月の2日はですねブルースセッション、5月の3日は長谷くん、ドラマが福山出身のドラマが率いるリ・ユニオンの、ちょっと今発音悪かったです、リ・ユニオンのリユニオンのライブ、そして5月の9日はですね近藤佐之助さん、そしてですね、はい、マンテスト金ボタンボーカリストの、筒井健さん、はい、お二方によりますライブ、はい、そして5月の21日はベッチカルテット、フューチャリングトランペットの咲谷ゆかりさん、うん、そして5月の30日はバイオリニストの、リカカルテット、お来た、初めてですよ彼女の名前のカルテットなので、うん、ここから始動、まあ、現在ですね、リカさん、
樋口理香さんもレコーディング真っ最中、多分10月ぐらいには発売できるんじゃないかなという形で今進めておりますけれども、私も楽しみにしております。はい、はい、ということでこの番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ、ありがとう。